さあ、前回でね、アマツマガルシを討伐し、一応モンハンサードのね、ストーリーというか、まあ一連の流れはクリアしたということで、次は何を行くんだと、言いますとですね、まあ本当は、まあ名前は出さないですけど、まあ濁して言うなら3回って言われるね、まあ交流なりね、いるんですけど、それじゃなくてね、次は、剣士のね、まあ、サードの剣士の、まあ、テンプレ装備をね、ちょっと作ろうかなと思います。まあ、そのために行くモンスターは、もちろん、リオレース希少種ですね。今作の、リオレース希少種からね、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、シルバーソルがめちゃくちゃ強いんですよね。確か攻撃力アップ、小じゃない、中だよね。中、技物、弱点特攻が、確か意識で発動して、そしてスロットが確か10個空いてるんですよ。もうこれがもう強いんで、リオレウス希少種行こうと思います。もうね、弓の装備は別にこれでいいかなと、俺は思ってるんですよね。マギル意識。正直強い。正直意識で、まあ攻撃力アップは小は自分で確かつけたと思うんですけど、まあそれにしてもこれだけスキルが発動すれば、弓は十分なんじゃないかなと。思うんで、検証装備を作りに、リオレース希少種行きましょう。あ、そっか、サードないもんね。塔がフィールド塔ないよな。だから渓流なのかな。そう、トライジーだ、塔でやったもんね。金銀夫婦は同時狩猟じゃないけど、どっちも塔で倒した記憶があるわ。おお、そういえばトライからリオレース系統はデザインが一新されたから、希少種はトライは出なかったから、今作初めてのリオレース希少種だよね。あ、これあれか、普通に連射だと思ってた。違う違う違う、何これ。あ、貫通レベル4ね。把握把握。じゃあ正面にできるだけ危険だけど、正面に立って頭から尻尾まで一直線でダメージを与えないといけないか、これは。でも俺ね、サードのね、リオレウスね、すごい優しいと思うんだよ、俺は。希少種はまだ分からんけど、だから結構すぐ降りてくれるイメージなんだよね。トライジをやった後だと、トライジめっちゃ、原子でもめっちゃ飛んでんだよね、空。まあ、本当はやり順番逆なんだろうけどね。本当はアマツやった後に、アマツやる前にリオレウス希少種やんなきゃ。あたかもこいつの方が強いみたいになってるの、ちょっと草だ。まあ、なんだ、おー、びっくりした。危ねえ、この柱があったおかげで。なんとか俺に攻撃当たらずすんな。あ、すぐ降りるよな、本当に。 GQ モーションじゃないからね、これ一応。 GQ がないからね、これ。いわゆるトライ G でいう上位モーションなのかな。じゃ、方向、第1位見たんですけど、方向これ大から勝利になってるらしい。なんで方向を弱体化したんだろうな、大でいいのに。直射で落とすローマン。おお、なるほど、落としたかと思ったら今期待をさせるな。あー、よし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 、よしって何。え、怖っ。え？マジでいかなくなってる。ちゃんと下に降りてからってこと？それこのまま一回投げる。あ、効くね。遠かったか、ちゃんと地上に降りてないときに、地上に降りる寸前の高さじゃないときにやったかだ。どっちかだな。え、そんなでも外すか。え？終わっちゃったよ。俺、寝ると思ったからさ、水爆じゃないけど、体力が減って巣に帰って眠る時用にタルジー持ってきたのに、わざわざ。あらあらあら、強いなこの弓がね。じゃ最後にね、まあ冒頭で言ったと思うんですけど、まあ一応ね、一応シルバーソルどんなのか確認しましょうか。とりあえず頭は、あ、体力マイナス、あ、何これ、体力マイナス10発動してるのか。うわ、すげえ、この部位だけで攻撃 5? 頭だけで攻撃5は強え。あ、まあ、胴は大したことないな。
ああ、まあ腕と腰がね、ないから、まだどの部位が優秀とかはとりあえず3部位しか分かんないけど、頭すげえ、頭すげえ、頭の部位やばくね、これやばくね、攻撃5って5はやばい。で多分体力マイナス10は、多分俺は飛躍使えばなんとかなるでしょう。飛躍使えばこれはね、ぶっちゃけ死にマイナススキルなんで、まあ余裕があれば消す感じかな。ああ、そうか。でガンナーだと技物の代わりに通常弾強化があるか。でもガンナーでも強いな。はい、ということでね、今回はちょっとアマツの後で息抜き会ということで、リオレンス教師行きました。一応フレンドとね、シルバーソルを作ろうっていう話をしたんで、自分なりに頑張ってね、あのシルバーソルをできるだけ一式揃えて、次はね、次片手剣を持つときは、シルバーソル一式をちょっとね使ってみたいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。